エドワルド・エレクセンはデンマークの彫刻家。コペンハーゲンの人魚姫の像の作者として知られる。コペンハーゲン出身。1895年から1899年、デンマーク王立美術院に学ぶ。1902年、シャルロッテンボルグ城に作品ザ・サファラーが展示される。彼にとって本格的なキャリアの開始であるが、シャルロッテンボルグ城には、 以後何回も作品が展示されている。1904年、中立美術館が作品、ホープを購入。1905年、作品、ルームで賞を受ける。1913年8月23日、人魚姫の像が現在の場所に高級的に設置される。1916年、カラーラ美術アカデミアの名誉教授に推挙される。 1910から1918年、クリスチャン旧世と、オーヒルイーゼフォンヘッセンカッセルの大理石の石棺のために3体の女性像を制作。ロスキレ大聖堂に奉納。1914年、ニーカールスベルググリプトテク美術館の外壁を飾る、サガンのレリーフを制作。設置1930年、トヴァルセン美術館の文化財修復士に就任。1932年、 ダンネーブロ勲章を授与される。エリーネ・エリクセンは、エドバルド・エリクセンの妻。人魚姫の像のモデルとして知られる。下手職人の娘として生まれる。1900年、エドバルドと結婚。人魚姫の像以前にもザ・ファースト・グリーフやザ・サファラー、などの夫の作品のモデルを務める。1963年9月24日、死去。夫と共にベスター・セメタリーに埋葬される。 妹のインゲボルグ・シーバルセンは日本人がか岡田国と結婚し、その子 EH エリックと岡田マスミは日本で俳優、タレントとして活動した。ありがとうございます。